はいどうも、伊崎武龍です。デスドア続きやっていきたいと思います。前回あれですね、なんか他のカラスさんの魂が囚われそうで助けてたらツボ魔女が出てきました。で次はこっちかこっちなんですけど、こっちって言いますかね。ほい、会場登ってで通って、お、おお、すげえな。ふいや、おお、あ、いた。やべえ、ほいっと敵が多い。これで全部びっくりした。土くれみたいなのがまだいたから。おいっと、鍵ゲット。それでお次は、種ゲット。特になんもないね。うわあ、そういうことか。いやらしい攻撃方法してくるな。なんか映ってないけどあるの。で、ここに扉がある。わあ、すげえ面白。おお、なるほど。はいはい、お祈りお祈り、お祈りしますよ。ん？マジッククリスタル。ああ、なるほど。こっちは魔法か。するにやられる。さてさて、とあとはあすこと、あすこと、おいっと、オッケー。結構できるな。回復がしたいんだな。いた。おう。です。はいに入ってた。お恥ずかしい。もうあれなんか終わってんのか。はいはい。さて、あぶね。ちょっとこっち見てからですか。あ、
敵じゃないの。 Shall we dance? え、お、マジか。うわっ、うわーく、避け方間違えた。あ、うん、OK、 ここになんか上にあるな。なるほど、これあれか、どうやってか上から取れんのか。どっかにスイッチでもあんのかな。あった。ほい、あ、身だゲット。あれ、上のやつ落としたいけどね。あ、なるほど、こういうことか。ああ、ほい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 、あれか、うまいこと飛び移って取る。あ、取れないってことは切るんだな。うん、はい、OK、あ、落ちた。ゲット。ふいふいふい。もうちょっと先進んでみるか。ふいふいふいと。ふい。あ、なんだこれ。古い婚約指輪。あとは婚約相手を見つけるだけだって。おいおい、回復したいね。ウェイ。特にこっちはあともう何にもないかな。扉の先行ってみるか。うわ、おいおいおい、うわ、あいて、やべ、油断してたわけじゃないんだが、やられる。意外と頑丈なやつだな。逃げ木。うわ、いって。
やばい、危ない、いった、避けられなかった。これあれだな、剣の方がいいわ、こういう状況だと。やっぱ一撃だもんな。いった、おお、はしご出てきた。でもね、気になってんのよ。あれ、当たってねえし。オッケー。なんか嫌な予感がするか、回復しとこうか。オッケー。なんかいそうだよね。あ、違った。魂。どうして扉が閉じたの？これじゃあと戻れない。あいつ移動してたの？そういうことか。結局扉が、あー、びっくりした。私の大切な壺たちが粉々じゃないか。ごほん。ごめんなさいね。散らかってて。お客さんが来るとは思わなかったんだから。うん。怖いわ。なんか怖いわ。ほい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 。ほい。壺魔女怖いわ、なんか。ほい。ほい。なんだ？扉が、見てよ、なんか光ってる。君と何か関係あるのかな？道中で見つけた何かと関係あるとか？そうに決まってる。よし、じゃあ他の塔にも行ってみよう。他にも何かある、見つかるはずよ。噛んじゃった。よしよし、じゃあ今回ここまでにしようかなと思います。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。